はい、どうもこんにちは、英作と申します。今日はですね、フリーランスをなめるな、会社辞めて独立するのを簡単、してからが大変という話をね、ちょっとさせていただきたいと思います。私はですね、新卒で4年勤めた会社を退職して、現在フリーランスとして活動している27歳でございます。この YouTube チャンネルでは、会社員を辞めてフリーランスになった私が、会社に属さなくても生きていける知識や経験、あなたらしく生きる働き方について、たまにね、私の好きなこうファッションの紹介など、こう自分らしく生きるにはっていうのをテーマに情報発信をしております。あなたらしさをね、見つけるための知的教養チャンネルとして動画を毎日18時に更新しておりますので、動画を最後まで見ていただいて面白いと思ってくれた方は、ぜひね、チャンネル登録と、あとはね、家族や周りの友人にもね、動画をご紹介いただけると嬉しいです。今ですね、会社員からフリーランスになりたい、このまま今の働き方を続けるべきか悩む、将来へ不安がある、時間、場所、お金の自由を手に入れたいという方向けに、誰でもね、相談できる窓口として無料の個別相談会の受付も行っております。今の働き方にね、こう悩んでいる人は無料で申し込みができますので、ぜひね、概要欄から公式 LINE の方に飛んでみてください。よろしくお願いいたします。今日はですね、フリーランスをなめるな、会社辞めて独立するのは簡単、してからが大変という話をさせていただきたいんですけども、まあ、本当にね、フリーランス今めちゃめちゃ流行っているかなというふうに思います。まあ、会社辞める人結構増えてませんかね、周りの人でも。まあ、もちろんね、関心度によってもこう自分が、ね、得る情報の量は変わってきますから、一概にそうは言えないかもしれないんだけど、それでも会社員のままではこう給料が上がらないよねとか、将来性、会社への将来にこう不満、疑問を感じるとか、まあ、自分の人生なんだから何かしら挑戦したいみたいな、何かしらのこう痛みとか情熱っていうのを持って、行動している人っていうのは、まあ、すごく増えてきてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こうね、日本の終身雇用もね、崩壊していますから、まあ、やっぱりね、こう逃げ切れる人と逃げ切れない人がもう出てきちゃったからっていうのもあると思います。ぶっちゃけこう今私27歳でこの動画撮ってます。まあ、退職した時は26歳ですけど、もう今の20代、まあ、下手しい30代、逃げ切れませんよね。ぶっちゃけ逃げ切れないので、絶対20代、まあ、30代は何かしら対策を打っていかないと、今の会社で悠々自適にっていうことはまあありえないかなというふうに僕は思います。僕も前職そんなになんか不満があって辞めたわけではなくて、やっぱりこう将来的な危機感、不安を覚えたので、まあ、こう脱出しました。なので、まあ、結構ね、フリーランスっていう挑戦をする方もこれからすごい増えてくると思います。でも特に最近だとさ、 SNS だけじゃなくて、テレビの業界でもすごいフリーになってる人いますよね。会社立ててみたいな、まあ、芸人さんだったり、俳優さんだったり、あとはアナウンサーさんとかかな、結構いろいろあって、まあ、フリーになってさ、年収が何倍にもなりましたとか、まあ、自分もなんかフリーになったらチャンスあんのかなとか、フリーランスの人なんかめっちゃ楽しそうに働いてるみたいなさ、まあ、もちろん周りとか芸能の人と比べる必要って全くないんだけど、まあ、一見華やかに見える世界でも、僕は一歩間違えたら残念なね、フリーランスになりかねないよって話をちょっと今日はね、させていただきたいなと思います。まあ、これからね、新しい挑戦をされる方、今の現状を変えたいと思っている方は、ぜひね、こうフリーランスの世界も結構過酷なんだよっていうことを知っておいてほしいなというふうに思います。僕もね、フリーランスなるのをおすすめしている手前、やっぱりそういうところも知ってから独立してほしいなというふうに、まあ、自分自身のね、体験談的にも感じましたので、ぜひね、動画最後まで見ていただけると、まあ、フリーランスのね、リアルっていうのが分かるんじゃないかなというふうに思います。でね、今日はちょっと僕テレビ、最近、まあ、あんまりね、最近見なくなっちゃったんですけど、この前久々にテレビ見て、ちょっと面白かったというか、すごいね、勉強になったなってテレビがあったんですけど、ダウンタウンデラックスかな、ちょっとこれテレビもあんまうろ覚えですけどの、フリーランスになったアナウンサーさん特集みたいなテレビやってたんですよ。で、その中で、ゲストで元日テレアナウンサーの上重聡さんっていう方が、出演されてたんですよね。あと他にも多くのこうフリーになって独立したアナウンサーさんが大集合してみたいな感じで、してました。で、その中で、まあ、上重さんも2024年の春だったかなに退職されて独立されて、フリーランスになって、もともと甲子園出場とか、まあ、スポーツ関連の、ね、テレビとかされてて、まあ、私もね、本当小さい頃に
めちゃめちゃ見てましたから、なんかすごくね親近感ある方なんですけど、まあ、そのテレビの中では、まあ、多くのねアナウンサーさんは、アナウンス以外の仕事でこう、まあ、独立してうまくいってるみたいな、感じだったんですけど、上重さんがねめちゃめちゃ有名だった方が2024年に退職して5月だったかな、5月に仕事がほとんどないみたいな状態だったらしいんですよ。で、まあ、それに出演者さんは、まあ、驚いてたと、マジでみたいな、そんな感じでした。でもあれだけ知名度があるのにみたいな、もちろんテレビのパフォーマンスもあったかもしれないんですけど、まあ、僕は少なくともテレビを見ている限り、視聴者として見ている限りは、まあ、フリーランスの世界ってそういうもんだよなみたいなっていうのをこう感じながら、見てました。完全に職業病かもしれませんけど、なんか僕も上重さんのこうスタイルとか、まあ、他のアナウンサーさんの、こととかを見てた時に、まあ、上重さんがすっごい好きだから、ね、別に否定をするとかでは全くないんだけど、なんか見てる感じ、なんかこう仕事をまあ降ってくるでしょとか、まあ有名な方だからね、当然すごく当然かもしれないんだけど、なんか誰かがやってくれる感っていうのも僕はちょっと醸し出されてて、まあそのテレビに出てるね有名な方だったらいいかもしれないんだけど、もしこれが自分が同じスタンスだったら絶対フリーランスとしてやっていけないだろうなって感じたんですよ。もっと地に足をつけてフリーランスってやんなきゃいけないかなというふうに思いました。まあ方はねこうテレビで見る価値すごい人がいい方なので、まあ仕事とかね来ると思います。まあ誰が心配してんねんって感じですけど、要は今日伝えたいのって、テレビたくさん出てた人とか、まあ、有名な人とか実績がある人でさえフリーランスの世界って苦労するんだよっていう話をねちょっとしたいです。こんだけね有名な人で、僕も小さい頃から何十年とテレビで活躍されているアナウンサーでさえ、苦労している、ね、年収だってもともと高い方ですよ絶対。多分動画見ているあなたよりも絶対高いはずなので、ね、そういう人ですらやっぱ苦労しているんだから、もし一般人である我々がフリーランスになるってなった時にはやっぱそれなりの努力しなきゃダメだよねと、並大抵の努力じゃダメだと思いませんかっていう感じなんですよね。だって上重さんでさえこう仕事がないっていう状態の時に、より私たちは世間から見たら誰だよお前って感じですよみたいなところからスタートしなきゃいけないんですよ。フリーランス何もない実績なくても確かに稼ぐこととか独立でできると思うけど、やっぱそれは当人の努力ってめちゃめちゃ大事だから、まあ、僕もね最初は全く何もないところからスタートしましたけど、やっぱ並大抵以上のね努力ってのはしなきゃいけないのかなというふうには思っています。でフリーランスってぶっちゃけこうなることは簡単なんですよ。誰でもなれるんですよ。要は会社員から個人事業主になるだけなので、会社に退職届を出して、まあ、国にねこう開業届っていうものを申請すれば、要はフリーランスっていうのは、ね、簡単に誰でもなれるんですよ。書類2枚の話なので。でもフリーランスってなることが目的じゃなくて、なってからがスタートなんですよね。まあ、売上ずっと立て続けなきゃいけないし、全ての仕事を自分でこなさなきゃいけないし、自分の専門的なスキルを磨きながら、じゃあ営業というかねお客さんを取ってくるみたいなところも、あと経理的な部分とかさ、まあ任せられる部分はあるんだろうけど、やっぱ最終的に一番最初は自分一人で、やんなきゃいけないし、自分が全部知ってからじゃないと人に頼めなかったりするよね、こういうのって。だから私もねこう小さいながら、まあ、2年目迎えることができましたけども、本当にゼロからのスタートだったので、やっぱまだもね今も必死こいて戦っています。暗闇の中をね走り続けている感じですし、ずっとねもうボロボロになりながら、なんとか自分の足で立ち続けようと思って、頑張ってるので、まあ、結構大変ですフリーランスやっぱり。だから僕は会社員でぼーっと過ごすだけの人生よりは、まあ、フリーランスの方が自分らしい人生を送れるし、絶対面白いし、裁量絶対増えるので、こっちの方が絶対にこっちの方がいいよっておすすめはするんだけど、でもなんだろうな、会社員だからいいとか、フリーランスがいいとか、会社員だからダメとかフリーランスだからダメとか、そういうことではなくて、やっぱりこうあなたがどういう人生を求めるのかっていうところをちゃんと意識して、なんかただただキラキラを目指してフリーランスになるとか、なんか月収100万稼げるようになりたいとか、海外旅行行けるようになりたいとかって思うのもいいんだけど、まあ、それってなんか結構周りが言ってるからあなたもそう思わされてませんかみたいな、ね、本当にあなたは月収100万稼ぎたいのとか、ね、月収98万じゃダメなのみたいなさとか、でそういうのもいろいろ考えた上で、挑戦してほしいなと。でもなんか僕は人生においてこう
ただね、一つの会社で、ずっと過ごすよりは、特に20代、30代は、もうどうせ逃げ切れないんだから、今の会社いても。だったら、まあ失敗しても、また再チャレンジできるし、会社員であればね、また再就職できるから、ね、なんか挑戦っていうのは諦めないでほしいなというふうには思っています。まあ、ただ、フリーランス、まあ、やってる側からすると、まあ、そんなに甘くない世界だよ。準備は絶対しとこうね。ちゃんとフリーランス、続けている人から、ちょっと先行く人から話を聞くのって、ちゃんと自分にリアリティを持たせるためにも大事だよっていう意味で、まあ、僕はね、こう個別相談。無料の個別相談っていう場所を設けてます。まあ、僕も会社員の時は、正直頼れるフリーランスとか全くいなくて、会社員やってたらそれは会社員しかいないですよね、周りに。だからこそ、こうフリーランスとつながれるきっかけっていうのは、ぜひね、自分から取りに行く、大切にしてほしいなというふうに思っていますので、はい、私もね、微力ながら、皆様の、行動、挑戦を後押しする、きっかけになれたらいいと思って頑張っていますから、はい、一緒にね、頑張っていきましょう。ではね、また次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。